この番組では私の人生や生活の役に立った本を紹介しています。音声だけですので耳だけ貸してください。今回紹介する本はカリスマユーチューバー r ヒカルによる心配すんな全部うまくいくという本です。この本を読んで印象に残った部分を紹介します。それでは始めていきます。僕は嘘が苦手です。 自分を取り繕うのも苦手です。だから率直に言います。僕は今、日本で屈指の影響力を持つ YouTuber であり、インフルエンサーです。その僕の知らされざる思考に直に触れることができるのが本書です。そんなまたとない機会を見逃さなかったあなたは、やはりセンスがいい。そうなります。 僕の当面の目標は YouTuber の頂点に立つことです。今その目標をはっきり視界に捉えるところまで来ました。木は熟しました。僕の思考、実践、勝ち方、それを一冊の本として出せるくらいには熟成させるところまで来ました。僕は言葉にすること、伝えることに徹底的にこだわって生きてきました。 だから本書の内容にも一切妥協はありません。どうか1ページまた1ページと読み進めてみてください。あなたを変える言葉に出会えるはずです。万能のノウハウ,のノウ,ハウなんて存在しない。とはいえ、ゼロからは何も生まれません。だからまずは1をつかむことが肝心です。その1さえつかめれば、 それを10に、それを100にする営みは察して難しいものではない。僕はそう思います。そしてこの本は、あなたの1になり得る。その自負はあります。僕のことを好きな人も嫌いな人も、僕の今最高の勢いを感じてください。きっとあなたの心は揺り動かされます。 どんな状況もひっくり返せる逆転できる一度手放した夢や目標それも取り返せるあなたが今どんな、えー、境遇だろうがあなたが今何歳であろうがだきれいとを言いたいのではないこれはただの事実だ何が成功で 何が失敗かそれはあなたが決めることだ僕が今あなたに伝えたいのはこういうことだ生きていれば浮き沈みがある僕もまたいつかどこでどこかでつまずくだろう失敗からは逃れられないその代わりどんな逆状況でも必ずひっくり返せる僕は特別な人間じゃない元は落ちこぼれだだからあなたもできるできない方がおかしい ややるかか。らないかそれだけだ難しいだの無理だのそんなのは後で好きなだけ悩めばいい今やるのは悩むことじゃない一歩前に進むことだしょぼいポケモンでいいからまずそれを捕まえることだ捕まえたらまた一歩進むその繰り返しだ あなたたがややれれるる、ことをやるそれをそひたすら積み上げていくなりたいものになれるのはなろうとしたものだけ。僕の座右の銘だ。これは真理である。僕の人体実験を通して証明されている。なりたいものになれるのはなろうとしたものだけ。 あなたがやりたいこと、夢や目標、それにまず一歩近づくためのとっておきの方法を教えよう。今すぐできる方法だ。それは口にすること。あなたの夢や目標を周囲に公言してしまうのだ。するとくっきり視界が定まる。口にすること、周りに宣言すること、それは確実な一歩になる。小さな一歩だが、 それであなたは吹っ切れる。迷いがなくなる。加速していく。馬鹿にされることに意味がある。馬鹿にされるくらい大きな夢や目標を掲げよう。大きければ大きいほど、その過程で得られるものは大きいのだ。多いのだ。そうやってあなたは化けていく。あなたは必ず失敗する。 何をどう頑張ったところでいくら考えに考え抜いたところで必ずどこかで失敗する夢や目標に向かうというのはそういうことだだから古今東西の偉人はみんな口を揃えてこう言っている「失敗を恐れるなリスクを取れ失敗なくして成功はない」とその通りだと思う発明王エジソンの言葉 それは失敗ではない。一万通りのうまくいかない方法を見つけたのだ。あなたも腐るほどたくさん失敗してほしい。でも一つ、何も考えずにがむしゃらに突っ走るのはまずい。そんなのは勇気とは呼ばない。単に無意味な行為だ。僕はそう思う。失敗には二つある。良い失敗と悪い失敗。 その違いは何だろう。それは頭を使ったかどうかだ。結果的に失敗したものの、そこまでの過程にあなたの意思があったかどうか。一番最悪の失敗は何だろう。それはやりたいことをやらないことだ。自分に嘘をつくことだ。諦めることだ。自分の可能性を潰すことだ。 後悔することだそうした失敗に比べれば他の失敗なんて恐れるに足りないのであるあなたは誰かに助けられるあなたも誰かを助けるそうやって僕らは成長していく経験値が高いほどそしてそれが多様なほどあなたの底力を は増すそのために漫画はうってつけだ。ぶっちゃけ小説や映画よりも漫画だ。世の中にはたくさんの漫画がある。ならどんな漫画を読めばいいのか。僕の基準はシンプルだ。売れていること、そして関数が多いこと、この2つだ。この2つを満たしているということは、多くの読者の心をつかんでいる証拠だ。 普遍的なメッセージが込められている証拠だ一番大事なことそれは何かをやるに遅いということはないということだこれだけは声を大にして言いたい大事なのは根性じゃなくて見極めだ頭を使えあなたにふさわしい場所はどこか そこでなされた努力ののみが実を結ぶ。そこでなされた努力は必ず実を結ぶ。勉強、仕事、ビジネス、お金儲けはフェアだ。容姿や体質といったどうにもならないような才能は関係ない。年齢もそうだ。若くても年を食っていても関係ない。有名な話だがケンタッキーフライドチキンの創業者。 カーネル・サンダースが起業したのは65歳の時だった正しい場所で正しくなされた努力は報われるそこに遅いということはない僕は自分にふさわしい場所を見つけた次はあなたの番だ言葉を制する者がすべてを制する僕はそう思っている あなたが初対面の相手の前にまずやることは何だろう挨拶と自己紹介だ。当然それは言葉で交わされる。今の仕事を成功させたい。だから相手に熱意を伝えたい。コンセプトを伝えたい。そこであなたに必要なものは何だろう言葉だ。力のある言葉だ。僕は言葉にとことんこだわってきた。 つまり、話術、トーク力だ。僕が YouTuber として成功した一番の要因は、人を一気に引き込める話術があったからだと思っている。トークにおける絶対不可欠なポイント、というべきもの。それは、自分の中に答えを用意しておくということだ。これでトーク力に大きな差がつく。 自分の中に答えを用意しておくことつまり人は答えさえ持っていればいつだってトーク力を発揮できるそれで相手の心をつかむことができるトーク力を高める方法は一つだけそれはさまざまな事柄についてあなたなりの答えを持つということその答えの数とトーク力はほぼ比例する 文章を書け安心してほしいおすすめのやり方があるそれは「文章を書く」というやり方だ毎日文章を書く一日最低1,000文字は書いてほしい書くということは考えるということに他ならないその状況に自分を放り込むのだ あなたの中に多くの答えをストックするためには、考える以外の方法はない。常日頃、考える、あれこれ考える癖をつける。それだけだ。トーク力をつけるには、常日頃、あれこれ考えるマインドセットが不可欠。そこで一番確実なのが、とにかく毎日何かを書くという習慣づけだ。 うまく書く必要はない。誰かに見せるための文章ではない。書くこと自体に意味がある。毎日何かを書くこと、その目的は、あれこれ考えるため、そして答えをたくさん蓄えるためだ。文章を書く行為そのものは、ただの手段に過ぎない。でも当然、毎日書き続ければ、嫌でも文章力は上がる。文字に対する意識、 感性も高まるいわば副産物みたいなものだここが重要なポイントだ言葉を制する者が全てを制するならばその言葉の最終到達点は何だろうトークの力プラス文章の力だ言葉は僕を変えるあなたを変える そういうことだ。言葉は世界を変える。大事なのは受け手の視点を常に持っておくこと。自分の感性を過信するのは NG だ。自分の感性だけに頼ると、自分の中の同じパターンをただなぞるだけになってしまう。マンネリ化してしまうのだ。だから自分のそ外で何が起きているのか。 じっくり観察するのが先決だそこにアイディアが転がっている一つ断言できる考えて考えて考えるそうすれば必ず山は越えられるだから僕は何度でも言う考えよう考えないなんてもったいない考えれば必ず何とかなるのだ考えるか考えないか あるののはそ二択だけだけ何者でもなかった僕が YouTuber として成功できたのは考えまくったからだキャラを使い分けろあなたはそもそも複数の人格キャラを宿しているそのことに意識的になろうキャラの使い分けについて意識的になろう その場その,場の目的に応じて自分にとってふさわしいキャラをまとえばいいのだそれがコミュニケーションの極意だ褒めるポイントはこだわっていること大切にしていることそこめがけて褒めるのだ逆に言うとそれ以外は褒めなくていいこだわりはその人の人生そのものだ それを肯定されるということは人生を肯定されることに等しいこだわっていること大切にしていることそこをめがけて褒めるのだ本を読む際の僕のアドバイスはこうなる次々に本に飛びつくなノウハウコレクターになるなだ ののノウハウハを集めてもも何の役にも立たない繰り返し言うが成功のノウハウなんてものはない万能のノウハウなんてないあなたのやり方で望む以外にないのだ本を領書に読み終えた後にやるべきことは自分と向き合うことだその領書から得た学びを自分ごとに落とし込んで考える 今自分は何をどうすればいいのかその際考えるだけでなくぜひ文章として書き起こしてほしい書くという行為を通じてあなたの思考は一層深まる深まった手応えがあったなら今度は誰かにその考えを話してみよう読むヒントを得る考える考えを深めるために文章化する 人に話して解像度を上げる。それが本の正しい扱い方だと僕は思っている。自分の強みを知る。あなたが他人より勝っているものは何だろう。あなたの強みは何だろう。即答できる人はいい。でも即答できない人は問題だ。強みがないのが問題なのではない。あなたに強みはある。 絶対に、その強みの正体に気づいていないのが問題だ。自己分析が足りない。夢や目標を叶えるのに、大それた才能はいらない。大切なのは自分を知ること。自分の強みに自覚的になること。自分のその些細な強みを磨いていくことだ。 運を味方にする方法あなたにはあなたの強みがあるそれはすぐ目の前に転がっている問題はそれに気づけるかどうか探す気があるかどうかそれだけだだからポジティブでいようポジティブでいなければ自分の強みを見落とす世の中には2種類の人がいる 運のいい人だ運の,悪い,人だ運のい,い人は物事がいい方向に転,が転ぶ時間や労力をかけなくても成果を得られる運の悪い人はそれができないそれどころかやることなすこと裏目に出るでも運とは何だろうどうしてあの人は運がよくてあの人は運が悪いのか実はそこにはちゃんとした理由がある僕はそう考えている つまり、運はコントロール可能なのだ。チャンスはいつでもどこでも転がっている。その存在に気づくかどうか、それが運というものの正体だ。運を味方につけられれば最高だ。怖いものなしだ。で、あなたは今この瞬間からそうなれる。 強運の持ち主になれるのだ今回は以上になります